イケメンすぎー。はい、ということで始まりました、よしなま TV。これ見て、やばくない？過去一よりトライしてで作った装備で一番かっこいいでしょ。まずこれ。圧倒的上杉謙信。もうやばいね。頭部かちょっと、なんか頭部だけ上杉謙信降りてきたのかなっていう、そういうレベルだからね、もう。で、この圧倒的ジャケット。これ、ジャケットのはずなのに、全体で見るともうめちゃくちゃなんか、なんつうの、溶け込んでるっていう。お前カメレオンかよっていうね。お前原っぱにいるカメレオンかよ、緑になってんじゃねえよみたいな、見えなかったわみたいな。そんな感じ。でこの圧倒的小手。ここもちょっと上杉謙信入ってるわ。頭だけじゃなかったわ。腕にも入ってたね。見てこの腰。圧倒的布。やばいね。ネブラ Z だからね、これ。ネブラとは思えない。もうなんか、いるよね。こういうやついるわ。戦国ゲームでこういうやついるもん。で、これ、圧倒的ギター。はい、ということで、スキルなんだけど、混合体。まあ、耳栓代わりだったり、あとは、鱗取るの吹き飛びを、防いだりね。そういう感じだね。ああ。混合体は確かリアクションが1段階下がるから、多分防げると思うよ。俺も混合体についてはよく分かってない。でもなんかその俺が参考にしたサイドにこのスキルだったから、なんかこれに攻撃力アップ賞をつけるのが一番いいらしいんだけど、さすがにお守り何も持ってないんでね。で、複数これはまあ俺がダブルクロスでも使ったね。死ねば死ぬほど攻撃力と防御力がアップする。だから初めから2落としてもいこうかなと。で、抜刀術技、これはもう体験必須と言っても過言じゃないスキルだね。武器出し攻撃の回心性がプラス 100% で、集中、これはもう体験必須スキル。これもためが短くなると。はい、ということで、ちょっとブラキ行こうかと思ったんだけど、もう時間がなさすぎて今回はここまで。サボりですまん、さらば。